こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。すっかり秋らしくなり、我が家も衣替えをいたしました。植物たちも実りの秋を迎えています。10月10日の5時55分に牡羊座の満月を迎えましたので、今日は満月に見立ててこの黄色いバラをご用意いたしました。牡羊座の満月はネイティブアメリカンによるとハンターズムーンと呼ばれて、動物たちは冬眠の準備で活発になります。ハンターたちは山へと狩りに出かけます。牡羊座は占星術ではスタートの星座になりますので、この秋から新しいことを始めるにも良いタイミングです。私は月星座が牡羊座ですので、この秋皆様に楽しい企画をご提供することにしています。満月はいらないものを手放したり浄化にも良いタイミングです。満月にはいただくものも吸収しやすいと言われています。体に良いものをいただいて、アロマバスハーバルバスに入られるのも良いと思います。浄化には乾燥したホワイトセージを聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。ホワイトセージは食用には使いませんが、こちらはベランダで大きく茂ったセージです。こちらのセージはコモンセージといって、学名はサルビアオフィキナリスです。シソ科のアキギリ属の多年草で、和名は薬用サルビアです。英名のセージはサルビア属全体のことを指し、大変多くの種類があります。セージは肉料理によく合う香りで、このハーブを使うことがソーセージの名前の由来にもなっています。地中海北岸の原産で常緑の多年草、セージは古代ギリシャ時代からメディカルハーブとして用いられてきました。1世紀にはギリシャの医師ディオスコリデスがセージを煎じた液体で傷が治った例も報告しています。1551年にドイツの薬草家が、セージは医者、料理人にも台所、地下室の場所にも貧富を問わず役に立つハーブであるという言葉を残しています。また古いアラビアのことわざには、庭にセージを植えている者がどうして死ぬことができようかとあるように、古くから薬効に富む薬草として有名です。花にはミツバチが好んで集まることから、セージから取れる蜂蜜がセルビア、モンテネグロでは主な輸出品となっています。セージはローズマリーとともに際立って強い抗酸化作用があると言われています。調味料としては強い香りとほのかな苦味が特徴です。子羊や豚肉、ひき肉、内臓料理の匂い消しに使われていました。お料理はドイツ料理、イタリア料理には欠かせません。ヨーロッパではアヒルや豚などの肉料理、ドイツやベルギーではうなぎ料理に、中近東ではカバブなどにも香辛料として用いられています。強い抗酸化作用、強壮、精神安定、肝抑制、防腐、殺菌作用があると言われています。私はこのセージやタイムをウォッカにしばらくつけて鎮気剤を作り、その鎮気剤を常備しておいて、これからの季節にうがい薬として、外出から帰ってきた時のうがいの時に一滴二滴入れるのもおすすめです。セージティーでうがいをすると風邪や感染症の予防になり、手肉炎や口内炎の症状も和らげると言われています。喉の痛みや腫れがある時も効果が期待できます。葉っぱにはピネン、シネオール、ツヨン、ボルネオール、セスキテルペンなどの精油成分のほかにタンニンなども含んでいます。口に入れると味覚神経を刺激して唾液や胃液の分泌を高める働きがあります。フランスでは2握りほどのセージの葉っぱに赤いワインを1リットル注いで15分ほど放置してからカスを除き、食事の時に小さなグラスで1杯ほど飲み、疲労回復や食欲増進、健胃に役立てたと言われています。肌を引き締める修練作用や発汗を抑える作用があると言われています。中世では患者の寝汗を抑えるために利用されていました。
また生理不順を改善し更年期の諸症状を緩和するとも言われています。工夫作用や胃が荒れている時なども生理ティーを飲むと症状が緩和します。中医学では神経系の競争薬として神経の鎮静、興奮どちらにも有効という評価もあります。ただ妊娠中の方や高血圧、転換患者や発熱時の子どもは使用を避けます。長期間使用せず休止期間を置いて用量、用法を守って使用することが大切です。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために植物の力で心身を癒しあなたらしく輝けますように植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。